皆さんこんにちは、ニューヨークでゴルフのティージングプロフェッショナルをさせていただいております宮崎です。今1時50分です。朝野、今から、ベスページブラックの、ウォークインの、整理券をもらいに、コースに向かいたいと思います。今日果たして僕はブラックでプレーできるんでしょうか。じゃあ行ってきます。はい、というわけで、出発しました。うちからベスページまではだいたい15分ぐらいなので、まあいつも通り、高速を使ってベスページまで行ってみたいと思います。ステージの入り口のサインです。もう間もなくゴルフ場の入り口です。ほい、うわ並んでるよ、いるわ。はい、というわけで着きました。向こうで、ゲームをやってるアンチャーたちがいて、こう順番こうにこう向こうの方から順番にこうやって車が並んでいて、各ロットにはこう番号が振ってあるんですな。僕の車はどうやら17番目らしいです。まあ早めに来れてよかったなという感じですが、これから何時間待つんだこれ。今2時10分ぐらい、あと5時、まあ4時間くらいかな。適当に待とうと思います。一緒にラウンドする岡部さんの到着です。セブンイレブンに来ました。ベステージから車で、3分ぐらいかな。ここで、まあ、暇つぶし券コーヒーを買うですか。なんもないしまあここに乗っかってるものは重すぎて朝食いたくないですけど、アメリカのコンビニは、コンビニというかセブンはこんな感じなんですが、コーヒーもたくさん種類があります。ドーナツも売ってます。はい、コンビニに行って、戻ってきました。で、先ほど出て行くときに気づいたんだけど、テントで泊まってる人がっていう、なかなかですよね。ただ
いま4時20分ぐらいです。もうそろそろ整理券を配る人が来るんじゃないかなと思って外に出てみました。妙に寒い。5時ですな。どん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 人が増えてきてっていうところで今、ここかな、ここのところに赤い服を着たおっさんが来てるんだけど、多分あいつが整理券を配り始めるだろうという感じです。 Come on, hey, come on, guys. Hey, money. Three? Yeah. Alright. Do not lose those? Okay. I could lose them away from So usually 5 o'clock you come? Yep, usually. Gentlemen, have a chat. All right, thank you. Let's go. じゃあ行きますか。クラブハウスに移動します。よいしょ。いやー、夜というかまあ早朝か。ベースページはベースページでなんか雰囲気違うな。おっ、すごいテント張ってる。そしてぼやけてる。この駐車場に向かって、駐車場じゃねえや、クラブハウスに向かって行くですな。あれ、なんかすっきりしたっすね。ちゃんと看板と、あと春だから春らしい花がたくさん植えてありますな。ざびよ。して人多いな。ちゃんと桜も咲いてます。もう5時20分なんですね。お母さん完全置いてこぼれたけど。いやいや、一緒に入んなきゃダメでしょ。まあそうですね。はい、これが入り口です。はい、さっきもらったチケットをオサに渡して、でここが受付の窓口。ベースページは黒、緑、赤、青、黄色。この多いの。水色の。それぞれアイデンティタイムの、予約を取ります。Hey, good morning. Good morning. How many? Three. And you're playing black? Yep. 住んでる人は、運転免許証があると安くなります。65、65 and 42. 人で安くなります。Thank you. All right, thank you. Thank you so much. 一気に空が明るくなってきた。綺麗。